どうも皆さんおはようございます。工藤です。本日は2022年7月19日の火曜日です。現在の時刻は朝の6時11分でございます。はい、おはようございます。今週も始まりましたね。はい、まあ、昨日が、海の日、祝日ということで、お休みされていた方も多いかなと思うんですが、先ほどねちょっとねテレビを見ていたら、なんかすごい人がねこうプールとかに集まっていたらしくて、すごかったらしいですね。はい、まあ海の日ということなんでね、やっぱプール行ったり海行ったりする人多かったんじゃないかなとは思いますけどね。うん、まあ私は特に外に出ることもなく、はい、いつも通りアニメ見て過ごしておりました。はい、まあちょっとね、この3連休、土日月に関して、まあ、ゲーム実況はちょっとねお休みさせてもらったりしてねいたんですけど、土曜日はねアノニマスコードっていうゲームの、プレステ4のゲームなんですけど、体験版をやらせてもらったりしたんですけど、日曜日と月曜日に関しては、なんだろう、まあ、やりたいゲームがあんまりないっていうのもあって、うん、まあ、あとねちょっとねアニメをたくさん見たかったりしたのもあったし、ちょっとねなんか気分が乗らなかったっていうのもあって、まあ、いろんな理由からちょっとね、はい、日月はお休みさせてもらったんですけど、今日はね、まあ、いつも通りヘブン・バーンズ・レッドの配信をやっていこうかなと思っております。はい、ただね今週ですかね、うん、今週はですね私結構フルタイムでねお仕事が入ったりしてるので、今日は大丈夫なんだけど、明日明後日かな、うん、水曜日木曜日に関してちょっとねフルタイムで私お仕事入ってますので、ちょっと配信ができないと思います。はい、なので今日はやりますけど、明日明後日に関してはちょっとヘブン・バーンズ・レッドもお休みという風になると思いますので、はい、今日やって2日空いてで金曜日にやってっていう形にはなるかなと思いますので、はい、そこのところちょっとご了承いただけると嬉しいかなと思います。はい、いやでもなんか昨日ね朝めちゃくちゃ霧が出てたっていう話をしたかなと思うんですが、あれからねめちゃくちゃ天気良くなってね、でもうん、まあさっきも言いましたけど、なんか全国的にすごい暑かったのかな、プールに人がねすごかったっていう話も聞きましたし、うん、やっぱ全国的に暑い一日だったんじゃないかなと思いますけど、今日はですねまた朝から霧ということでなんだろうね、朝はすごく天気が悪いんですかね、うん、まあ今日もここから天気が良くなる可能性もあるんですかね、うん、はい、まあなんかすごいムシムシしてて、まあ、朝からあまり気持ちのいい朝ではなかったんですけど、はい、まあ、気温はどうだろうね、湿度が高いからちょっとねジメジメして暑いっていうのもあるかもしれないけどね、うん、まあそんなこんなで、はい、今週もね、まあ、祝日明けということで、うん、まあ、ちょっとね祝日明けで憂鬱な人も、まあ、いるかと思うんですけど、まあそうだね、学生は今週行ったら夏休みじゃないですかね。学生といっても大学生はもうちょっと先かな。うん。小、中、高。まあ、私立とかはちょっとわかりませんけど、まあ、一般的な公立の小、中、高とかは、大体この時期から夏休みじゃないです。うん。どうだろうね。もうさすがにまだ始まってないよね。うん。さすがにまだね、始まってないと思うんですけど、大体7月20日。いや22とか3とかそのぐらいからじゃない？うん。それを考えるとやっぱ今週はまだ学校というか勉強とかがあって、でそこから夏休みということなんじゃないでしょうか。はい、まあ社会人の方はねうん、まあ夏休みというものは基本ないですけど、うん、まああるとしたら8月のお盆休みとかかな、うん、とかに、まあ、1週間ちょい休みがあるのかなっていうぐらいで、まあ、基本ね夏休みなんてものはないですけど、うん、まあ、私はちょっとねフルタイムで毎日働いてるわけでもないし、
まあ、正社員で働いてるわけでもなかったりするんで、まあ、比較的ね、時間は余裕があるというか、うん、自由に使えたりするんですけど、うん、まあ、なのでね、ちょっと仕事柄、まあ、職種柄というか、うん、ちょっと子供たちの都合に合わせてということで、私も7月後半、まあ、今週だね、今週いっぱい仕事、今日、火、水、木、金と仕事に行って、で、土曜日からですかね、うん、今週の土曜日から、いつまでだろうな、8月の後半くらいまで、8月い、丸々いっぱい休みってわけではないんだけど、多分、うん、8月の後半くらいまではお休みじゃないかなと思いますんで、まあだから1ヶ月弱ぐらいかな。1ヶ月は多分あると思うんだけど、うん。まあそのぐらい、ちょっと長い休みに入りますので、まあね、まあただぐうたら過ごすのも、まあそれはそれで夏休みっぽくてね、ありかなとは思うんですけど、まあなんかその、まあ昨日もちょっと言いましたけど、ね、他に、ポッドキャストやりたい人をちょっと募ってね、新しい番組やってみるとかさ、あとはなんだろうね、うん。夏休みといえばやっぱり、勉強？うん。勉強っていうのは変か、なんだろう。まあ、旅行行ったりとかもね、それもありだと思うし、ただ私はちょっとね、金銭的にあまり余裕がないので、まあ、ちょっと旅行は厳しいかなとは思いつつ、うん。まあなんかその、夏休み中ね、時間が とにかくあるので、その時間を利用して何か、普段は勉強しないようなことを勉強してみるとかさ、うん、なんか、ありますよね、そういうのね。はい。まあなんだろう、私だったら、まあそうだな、なんかね、なんかあるかな。うん。なんか外国語をちょっと勉強してみるとかさ、ね。あとは、なんだ、イラストを書く練習してみるとかさ、夏ただひたすらね、うん。とか、まあいろいろあると思うんですけど、はい。まあそういうチャンスの時期にするのもありなんじゃないかなとは思いますけどね。はい。あとはまあ学生時代だったら、夏休みの宿題ってことでね、自由研究とかさ、あ、なんだ、絵日記か。絵日記とかね、懐かしいね。図画工作の、ね、なんか工作の宿題とかもありましたね。うん。なんかそういうのをなんか大人になってちゃんとやってみるのもちょっと面白いかなとは思ったりしますけど、はい。まあそんなこんなで、今年じゃない、今週、いっぱいね、仕事を行ったら、私も夏休みに入る。そして学生の皆さんも夏休みに入るということでね。はい。大学生は、もうちょい先かな。うん。多分この時期からね、大学生は、なんていうの、前期の試験、期末試験って言うんだっけ、なんだっけな、なんとか試験って言うんだけど、うん、まあ前期の工程が終わるので、その試験がおそらくね、はい、7月後半ぐらいから8月の頭ぐらいかな、まであるんですよね。うん、懐かしいな。うん。ただそれが終わると、もう一気に夏休みって感じで、で、大学生の夏休みは長くてですね、9月も丸々お休みなんですよね。はい。だから大学生はとにかく夏休みが長いと。うん、で、授業がね、後期課程の授業は、10月から始まるということでね。はい。まあ大学生さんはね、夏の時間がたくさんあると思いますんで、もちろんね、遊ぶのもあれだと思うけど、まあ、大学時代ね、夏、遊びまくってたっていうか、まあ、アニメ見まくってた私から何か言えるとしたら、まあ、ちょっとは将来のことを考えてね、それこそさっき言ったように、少し何かね、勉強してみるとか、あとはなんだろうね、インターンとか、ね、自分が将来働きたい分野の会社にインターンに行ってみるとかさ、あとなんだろうね、まあ、そういった、まあ、何でもいいと思うんだけど、まあ遊びもね、思いっきり遊ぶのも大事だとは思いますけどね。はい。まあ何かしら将来ね、活かせることのために、何か活動する夏にするのもありじゃないかなとは思いますけど。はい。まああまり難しく考えずね。はい。
まあ、楽しんだもん勝ちみたいなところもあるからね、人生ね。はい。まあ、それぞれ自由にやっていきましょう。はい。というわけで、ちょっとだいぶね、前振りが長くなってしまいましたけど、今日はね、アニメの話をしていこうかなと思いまして、はい。昨日視聴した、2022年の新しい夏アニメでございます。はい。で、昨日視聴した作品は、2作品ありまして、その2作品についてお話ししていきたいと思います。はい。じゃあ早速ね、お話ししていきましょう。まず一つ目が、シャインポストというアニメでございます。シャインポスト。まあ、輝くポストという意味ではあるんですけど、まあ、直訳するとね、アニメ内ではですね、なんだっけな、輝く道しるべみたいな確か意味だったかな。うん。Unext ではね、7月の16日の土曜日の0時からね、配信が開始された作品ではあるんですが、うん。まあ、私ちょっとね、1日見るの忘れちゃってて、うん、それで昨日、7月18日に見たんですけど、うん。まあ、正直言っちゃうと、私全然期待してなかったんだけど、正直ぶっちゃけるとね、ぶっちゃけると、まあ、7月16ってなると、まあ、だいぶ配信遅いですよね。うん。だってもう7月頭ぐらいからもうね、第1話が配信されてる作品もあったりするし、なんとなく配信が出遅れた作品って、なんとなくもう、なんだろうね。他のアニメで満足しちゃってるというか、うん。今から1話入んの?みたいなね、部分。ちょっとあると思うんだけどね。うん。まあ、ただ、今期に関しては、まだね、男女に出会いを求めるのも間違っているだろうかの4期とか、あとはそうだね、フート探偵とか、うん。あとは、まあちょっとね、この後お話しますけど、ラブライブとかさ、もう実はまだなんだよね。うん。あとは最近雇ったメイドが怪しいとかもさ、そう、実はまだね、配信すらされてない、第1話が配信されてないアニメってまだまだあって、うん、あるんですけど、で、今回紹介するシャインポストも、まあどちらかというと遅めの作品ですよね。7月16日ですから。もう、すでに、第3話まで来てるね。転生賢者とか歌われるものとかはね、もうすでに第3話まで配信されたりしてるし、半分以上はね、もう第2話まで終わってたりもするので、うん。う終わってるってことね、第2話まで配信されてたりもするので、まあ、少し出遅れてる感はね、まあ、否めないかなとは思うんですが、まあ、だからね、ちょっとこう、なんだろう、正直期待はしてなかったし、パッと説明見たときに、まあ、アイドルものかと思って、うん。いて、で、昨日ね、まあ見ようかと思って、うん、あまり期待せずに見たんですけど、全然期待してはいなかったんだけど、ですね、ちょっとアニメーションのクオリティが、思ってたよりも高くて、ちょっとびっくりしました。はい。うん。実際に見てもらうとわかるんだけど、キャラが結構動くんだよね。うん。ちょっとびっくりした。これでちょっと作画とかアニメーションのクオリティが低く感じたら、ああまあこれこんなもんかで終わってたと思うんですけど、全然期待してた、言葉悪いんだけど、全然期待してはいなかったんだけど、全然知らなかったしね、原作とかも。これ原作なんだ?これ原作は、電撃文、角川のアニメ?アニメじゃない、ラノベか?漫画か?って。ラノベっぽいね。これラノベだね。漫画はないっぽいな。うん。あ、しかもイラスト、原作イラストブリキ先生だ。ブリキ先生ってさ、最近あんま見てなかったけど、あれだよね。名前が出てこない。電波少女と青春男の先生じゃなかったっけ?原作イラスト先生じゃなかった?あ、やっぱそうだよね。うん。あ、そう、あと、歯がないね。うん。懐かしい、歯がない。これ、歯がないとか分かる人いんのかな?ね。それこそ私が、いつだ?
小は嘘、言い過ぎ。もうちょっと上かな。高校生、大学生ぐらいの頃の作品じゃない？はがないって。確か。電波女と青春、あれ、さっき何て言った？電波男って言った？待って。電波女と青春男ね。うん。これアニメになってるけど、アニメに至って2011年。11年ぐらい前か。11年。私が今年28だから17。やっぱそうだね。高校生ぐらいにやってたアニメだね。うんうん。懐かしいね。電波女と青春男めちゃくちゃ懐かしいな。うん。まあ、知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、まあ、当時ね、結構話題になったアニメ作品ですんで、もしまだ見てないっていう方はね、ぜひ。うん。そうだ、シャフトだ。そうそうそう、懐かしいね。うん。とか、まあ、そんなね、青春男とか、電波女と青春男とか、あとは僕は友達が少ない、まあ、通称、はがないって言うんですけど、はがないのね、原作イラストを担当してるブリキ先生が、ラドメの原作のイラストを担当しているらしい。それは知らなかったね。社員ポスト。はい。まあ結構ね、だから女の子可愛いなという印象だったんですけど、まあそれもあったんか。やっぱりね。うん。原作イラストがブリキ先生ということで。はい。まあちょっとね、私、小説というか、まあラノベはあんまり読まないんで、読んでないですけど、うん。今ね、Unext で、ラノベの第1巻が、一冊無料で期間限定試し読み増量版っていうのがあるんで、まあ、もう気になる方はぜひ原作の方もね見てみたらいいんじゃないかなと思いますけど、はい。アニメはねもうとにかくねもう面白かった。うん、なんていうのかな、なんかその売れないアイドル3人がいるんですけど、ちょっと名前なんだっけな、名前がちょっとねすごくね、なんか覚えづらいというか、ちょっと変わった名前してて、なんだっけな、ちょっと忘れたわ。まあいいや、とりあえずその3人のアイドルの女の子がいて、で、アイドル活動として頑張ってるんですけど、まあなかなか売れないと。うん。で、最大観客動員数は、なんだっけな、何人だっけ、30何人だったか。うん。で、もう全然売れないアイドルだったんだけど、で、とあるね、その、違うな。事務所か。事務所の社長から、お前たちこのままだと解散だよっていう風に、こう、宣言されて、いや、それはひどいじゃないですかっていうことで、3ヶ月後に中野サンプラザだったかな。実際あるんだよね。確かね、中野サンプラザってね。で、中野サンプラザのホール、全部で2000人入るっつったかな。うん、2000人入る中野サンプラザの、まあ、ライブ会場を、満員にすることができたら、解散はなしにしてやるっていう風に言われて、で、3人のアイドルは、その中野サンプラザのステージを観客で満員にするっていうことを目標に、まあ、頑張るっていう話で、うん。で、ただね、3人だけでやっていっても、どうせ、まあ、できないだろうということで、凄腕のね、マネージャー。まあ、主人公ではないのかな、なんだろう。まあ、男性キャラクターがいて、まあ、山下大輝くんがね、声優担当されているんですけど、が、まあ、マネージャーとしてね、その3人の、なんだっけ、アイドルユニット。ティングスか。ティング、ん？あ、でもティングスだね。ティングスの、まあ、マネージャーとして、入ってくるんですけど、そのマネージャーっていうのがね、まあ、ちょっとまだ詳しくはね、語られてなかったんですけど、マネージャーをやる気がないっていう。うん。まあ、いろいろなんかね、理由があるらしいんだけど、なんか、優秀すぎるがゆえに、なんかこう、なんていうのかな。優秀すぎるがゆえに、こう、他の人を傷つけてしまうみたいな部分が、こう、あったりして、まあ、そういう過去があるっぽくて、で、それでね、こう、マネージャーはもうやりませんっていうふうに、言ってるんだけど、でもその人、まあ、能力はねめちゃくちゃ高いから、その人の、まあ、マネージャーとしての力があれば、ティングスはね、
中野サンプラザを満員にできるということで、3人の女の子たちがね、一生懸命そのマネージャーをやる気にさせようと頑張るっていうね、話でございました。第1話ね。うん。まあ、だから、話の内容としては、そんなにこう、なんだろう。なんていうのかな。すっげえ面白いかって言われると、まあ、そんなでもないとは思うんだけど、まあ、ありきたりというか、うん。ではあるんだけど、とにかくね、アニメーションのクオリティとキャラの可愛さが相まって、もうとにかくね、こう見入っちゃったなっていう、うん、感じでした。はい。うん。なんだろうね。アニメのさ、クオリティの低い作品、まあ何とは言いませんけど、見てるとさ、なんかこう、動き少ないんだよね。動き少なかったり、作画がちょっと、ちょっと大丈夫か、このアニメって思わせたり、とかするし、なんか、ああ、このアニメ予算少ないのかな、とかね、ちょっと思っちゃったりね。するんですけど、今回のその社員ポストに関しては、もういや、そこそんなに動かす必要あるっていうぐらい、女の子たちがね、もう、キャッキャキャッキャ動くんで、すげえなと思って。うん。ここそんなに動かす必要ないじゃんって思うんだけど、ね。まあ、アイドルアニメだからさ、歌歌ったり、踊ったりするシーンで、こうド派手にね動かすのはまあわかるんですけど、別にそういうわけでもないシーンで、日常のシーンでもうめちゃくちゃね、なんか飛び跳ねたりくるくる回ったりねして、うん、動きの多いアニメなんで、なんかすごいぞこのアニメと思ってしまいました。はい。なのでね、結構クオリティの高い作品になってるんじゃないかなと、うん、思いますんで、キャストも結構いますし、監督は及川さん、原作はコナミデジタルエンターテインメントストレートエッジ、アニメーションがスタジオ界なのかな。あー、なるほど。あー、そっか、同じ、あ、そのアニメーション、あ、ん？スタジオ界が手掛けるアニメーション作品としては、アニメのね、スーパーカブとか、あ、テニプリ？うん。テニプリのね、協定 VS 立海とか、あとは今期入るフード探偵とか、あとこの前入ってたやつだと骸骨騎士様とか、うん。あと、ウマ娘プリティダービーのシーズン2ってスタジオ回だったっけ？へぇー。みたいです。すごいね。へぇー。まあ、そうだね。こうやってパッて見ると、スーパーカブも結構面白かったし、うん。スーパーカブ、去年の夏だっけ？いつだったっけか。ね。スーパーカブも面白かったよね。スーパーカブはね、なんだろう。すごいのんびりしてるんだけど、風景の演出というか、描き方がすごいなんか丁寧で、なんかね、ちょっとね、話題になったのがね、なんか、なんだっけな、こうサイドがね、サイドって彩りね、彩りの度合いのサイドがね、こう上がったり下がったりみたいな演出がね、あったりとかするらしくて、すげえこだわりのあるアニメだったっていう話も聞いてますし、うん。まあ、封筒探偵はね、まだ入ってないんでわかりませんけど、仮面ライダーダブルのアニメですね。U-NEXT オリジナル独占かな、うん、になってたりとか、うん。ウマ娘プリティダービーのシーズン2はね、私泣いたしね。うん。なので、そうだね、俺、あんまり名前的にはそんな気にしたことなかったんだけど、スタジオ界かな？うん、っていうアニメーション会社、結構すごいですね。うん。はい。まあ、そんなスタジオ界が手掛けてるアニメーションでもあると。キャラデザもね、2人いたりとか、あと、創作画監督はね、4人もいるんですよね。すごいね。うん。だからなんかな、うん、なんかすごい、作画、関係あるのかな？作画とアニメーション。まあでもとにかくね、アニメーションの、まあ、クオリティというか、がすごい、私ね、アニメーションの、専門家でもないし、実際にアニメ自分で作ったりとかもできない人間なんで、アニメの詳しいあれこれは分かりませんけど、まあ、とにかくね、アニメとして結構こうクオリティの高かったような印象がありますので、もし、ね、気になる人は、
はい、見てみてほしいなと思います。社員ポストです。はい。まあ、アイドルアニメなんでね。うん。まあ、アイドル系のアニメが好きな人は、ぜひ。他にもアイドルアニメってあったっけ今期。アイドル。アイドル。まあ、神くずアイドル。まあ、神くずアイドルはまあアイドルアニメだけど、まあ、ちょっとね、違うっちゃ違うよね。うん。まあ、コメディよりの、まあ、アイドル。うん。あとは、歌歌うという点で言うと、まあ、ルミナスウィッチーズも、まあ、ちょっと違うか。音楽隊だもんね、あれはね。うん。あとは、アイドル。まあ、エクストリームハーツも、アイドルではないか。あ、そっか、それで言うとあれか。まあ、この後お話しするラブライブね。そっか。今期夏アニメの、アイドルアニメ、はこの2トップかな、うん、社員ポストとラブライブって感じかな。まあラブライブはラブライブでまたねすごいアイドルアニメですから、うん、まあどっちがいいとか悪いとかはないと思うけど、まあ、社員ポストはねこれが初めてのアニメかなと思いますので、はい、もしかしたらねこれで人気が出てまた続きが出るみたいなこともあるかなと思いますので、ぜひアイドル好きの方はチェックしてみてください。はい。というわけで、アニメ、社員ポストについてでございました。はい。じゃあ、続いて、二つ目ですね。二つ目は、異世界薬局でございます。はい。異世界薬局ね。はい。まあ、これはね、まあ、いわゆる、異世界転生もの。うん。そして、チート能力を手に、異世界で活躍するというアニメでございます。おそらく。おそらくっていうのは、まあ、第1話見ればわかるんですけど、あまり、なんかこう、明るい始まり方ではなかった、始まり方っていうか、うん。1話全部見ればわかるんですけど、ん?っていう、なんか、普通に異世界に転生して、まあ、主人公ね、現実世界では、薬学者、薬ね、薬を製作研究する研究者みたいな仕事をしてて、めちゃくちゃ有名な優秀な人だったらしくて、ただ過労のあまり、死んじゃって、で、異世界に転生するという話なんですけど、で、異世界でも、その、薬学の知識だったり経験を生かして、ね、こう、魔法の使える世界で、ね、こう、ちょっと無双したりするっぽいんだけど、なんだろう、あまりにも、能力がすごすぎて、なんか怖がられてるみたいな感じ。その異世界では、そんな能力ありえないみたいな、神しか持ち得ない能力を主人公が発揮しちゃって、いや、怖すぎるんだけど、みたいな感じの作品で、うん、でしたね、第1話ね。だからここからどうやってまあ、主人公のことをこう認めてくれるキャラクターが出てきて、ね、仲間になっていくのかみたいな部分が、まあ、楽しみではあるなという感じはしましたね。うん、第1話からまあ、チート能力を使ったりするんだけど、まあ、まだコントロールできなかったりまだまだわからない部分が多すぎるみたいな感じでしたね。うん、まあでもなんか普通の異世界転生チートアニメとして、まあなんか落ち着いて見られる作品かなと思いました。はい。まあオープニング映像とか見る限りなんかちょっとした戦闘というか、まあ、敵役みたいなのもなんかいるっぽいんだけど、確かね。うん。まあ薬学者がどうやって戦うのかちょっとわからないけど、まあ、第1話でね、そのチート能力を使って、なんか、まあ、よくあるじゃないですか。例えばなんか、よくあるファイヤーボールの魔法が、超しょぼい、普通は超しょぼい初級の魔法なんだけど、チート能力を持った主人公がファイヤーボール使うととんでもない魔法になるみたいな。ドガーンみたいなさ。本当はなんか、ポンみたいな感じで、ポンみたいな感じなんだけど、主人公が使うともう、なんだ、最上級魔法レベルにこう、燃え上がるみたいなさ、そういう展開あると思うんだけど、まあそういう展開が、まあ、第1話でもね、あったりして、うん、
まあだから主人公が今後その能力を、まあ、神に等しい、神が持つであろう能力を主人公が持ってて、その能力を隠していくのか、うん、まあ結局多分その能力を生かしてね、まあ、薬局を開いていくんじゃないかなと思うんですけど、タイトルにね異世界薬局って書いてるぐらいですから、うん、はい、まあでもなんか今後の展開とか、うん、今後の内容すごい気になる作品ではありましたね。はい、うん、そんな感じですかね。まあ特になんかその、まあ、他のなんか異世界転生チートアニメと同じでそんなにこう深く語るほどのことはないじゃないんですけど、うん、まあでもなんか他のなんかアニメ、まあ、今期もね異世界転生アニメめちゃくちゃありますけど、うん、まあ異世界で言うと異世界おじさんとかさ、あと異世界迷宮でハーレムを、あとは黒の召喚師、あとはなんだ、まあ、異世界薬局でしょ？あとは金層のベルメイユはちょっと違うか。ね。まあ、毎回言ってるけどね。まあ、転生ものではないけど、チート作品かなって思いますけどね。うん。まあ、個人的にはそうだね。異世界薬局と黒の召喚師ちょっと近いものがあるかなと。うん。まあ、近いっていうのは、感覚。黒の召喚師の話をした時も言ったと思うんだけど、なんだろう。まあ、ほんわか、作品の空気っていうのかな。作品の空気がちょっとほんわかしてて、あまりその、なんだよ、いい意味でドキドキがないというか、いい意味でね、なんかドキドキハラハラする作品ってあるじゃないですか、たまに。なんか。ね。うん。まあ、それこそね、異世界迷宮でハーレモとかさ、まあ、ちょっとエッチなシーンが多かったりするとね、ちょっとこう、安心して見られるとはなんか違うかなと思ったりするんですけど、まあ、黒の召喚師とか異世界薬局に関しては、なんかそういう要素もあまりなさそうで、うん、すごく安心して見られる。うん、何も考えずにね、落ち着いて、あー、なんか癒されんな、このアニメみたいな感じでね、うん、見れるかなと思いますんで、まあ、ある意味、癒しアニメなんじゃないかなと私は思ってますけどね、この手はね。うん。はい。あれもそうか。ね。転生賢者ね。転生賢者、うん、だからこれ転生賢者はね、ちょっとこれ以上喋ると、なんかまた余計なこと言いそうだから、ちょっとやめとこうか、みたいなね。うん。はい。まあ、黒の召喚師とか、まあ、異世界薬局とか、うん。まあ、チートもの作品、異世界転生チート作品ではあるんだけど、私個人的には、まあ、癒しアニメなんじゃないかなと思っておりますんで、うん。まあ、この手のね、なんか、あまり深く考えずにね、ゆっくり見たいなっていう作品を探してる人は、ぜひ異世界薬局見てみたらいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、アニメ異世界薬局でございました。はい。というわけで、昨日見た2作品紹介してきたんですけど、なんかだいぶでも揃ってきたね。うん、現時点で、まあ、このままね、夏ずっと見続けるか見続けないかに関してはまたね別途お話しますけど、まあ、すでにね何作品か、うん、これはちょっといいかなっていうのも出てきてますし、うん、今んとこね紹介した作品はね35作品かな、おそらく、うん、いや34かなですかね、うん、34かな、うん、はい、ただね最初の方にも言いましたけど、まだまだ出てない作品がありまして、断末とか、断末4期、フート探偵、あとは、今日入る、ラブライブ。そう、ラブライブね。ラブライブ、最近雇ったメイドが怪しいとか、うん、とか、まだまだ配信が始まってすらいないね、アニメもあったりするんで、うん。まあ、そうだね。全部で視聴作品40はいかないと思うけど。まあでも40、いや、まあ30ちょいぐらいになるかな。多分ね。おそらく。まあまあまあ、でもだいぶアニメ作品、両作が揃ってるんじゃないかなと思いますんで。うん。はい。そういえば2022年の春アニメもね、おそらく全部最終回、
私が見ていた作品は最終回を迎えたりとか、まあ、ワンクル目が終わったりしたので、そろそろね2022年春アニメの振り返り、うん、面白かった作品っていうのを紹介していこうかなとは思ってるんですけど、前にもちらっと言ったんですけど、前編中編後編に分けてお話しするつもりです。はい、全部で30作品ぐらいあるんで、10作品ずつぐらいね紹介していこうかなと思ってますんで、はいですね。よし、というわけで、まあ、今回お話ししたいことはまあ以上なんですが、最後にね、さっきからチラチラ言ってるラブライブに関してなんですけど、ラブライブスーパースターのね第2期が、この2022年の夏、放送がね始まります。はい、でNHK の E テレでは7月17日の日曜日の、19時からかな、うん、始まっているので、もうすでにね NHK E テレとかっていうか NHK E テレでしか始まってないか、うん、NHK の E テレで見てる人はもうすでに、うん、視聴してるかなとは思うんですが、配信に関してはですね、ちょうど本日の7月19日火曜日の19時、だから夜7時だね。夜7時以降、配信開始となっています。はい。今ね、ラブライブスーパースターの公式サイトの配信情報、放送情報を見てるんですけど、見逃し1週間無料配信っていうのもあって、バンダイチャンネルとか、Unext とか、YouTube とか、うん。で、1週間、まあ、限定で、最新話が見逃し配信されてるということですね。だから、私みたいに Unext とかに、なんていうの、お金を払って、サブスク課金して、加入 してない人でも、YouTube とか、バンダイチャンネル、まあ、Unext もね、前に紹介したことあるんですけど、今ね、会員登録しなくても、1週間だけ無料で見れる作品っていうのが、うん、実はあったりするんですけど、うん、まあ、ニコニコチャンネルとかね、ツイキャスとか、まあ、いっぱいあるんで、まあ、プラットフォーム全部はね、チェックしてみてほしいんですけど、自分でね。うん、まあ、皆さん一番使ってるのは YouTube かなと思いますんで、YouTube でね、はい、ラブライブ、今日の19時から1週間限定で最新話の見逃し配信やってますんで、よければね、チェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、他にも、サブスク課金されてる方、まあ、私ですと、Unext とか、アマプラとかね。では、配信時間同じです。19日、今日の19時以降、各サービスにて順次配信開始となってますんで、はい。まあ、それぞれチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。アマプラはね、ないね。Netflix もないです。有料見放題、まあ、サブスクで見れるチャンネルというかサービスはね、まあ、Unext とか、バンダイチャンネル、まあ、D アニメ、Hulu とかね、かな。あとはちょっとね、まあ、私あんまり使ったことないんですけど、いろんな配信サービスがあります。うん。あとは有料都度課金の配信なんかもあるみたいで。あ、ここにプライムビデオのレンタル購入が来るんだね。うん。とか、まあ、ありますんで、まあ、とにかく無料で見たいっていう人は YouTube かなと思いますけどね。うん。まあ、すでに Hulu とか Unext とか D アニメとか加入されてる方はそちらで見ても全然いいと思いますし。うん。まあ、期限ないんでね。はい。というわけで、今日からラブライブがもう始まるということで、来てますね。来てます。いやー、ラブライブスーパースターめちゃくちゃ面白かったからね。確か去年の夏だっけ、ラブライブスーパースター入ってたのね。うん。まあ、2022年の春のアニメで、ラブライブの虹ヶ崎スクールアイドル同好会入ってましたけど、はい。まあ、夏はスーパースターのアニメが入るということなんでね。はい。もう2クール連続でラブライブ尽くしということなんで、うん。まあ、個人的にはね、ラブライブスーパースターの方が、まあ、まあ、好きというか、うん、ワンクール目、その去年入ってたラブライブスーパースターではキャラクター5人だっけな、あれ 5人だっけ、ちょっと待って、
キャラクター、メンバー紹介。5人ですね。うん。クークーちゃんね。そう、私が大好きなクークーちゃんが、うん。タンクークーちゃんね。うん。がいたりして、そう、クドラジでもね、クークーちゃんの話とかね、したことあるんですけど、クドラジ始めた当初ね、ラブライブの回、ラブライブについて話したクドラジの回がね、もうとにかく再生されまくったっていうね、記憶がね、めちゃくちゃあるね。うん。みんなラブライブ好きすぎだろっていう話をした気がします。はい、確か。はい。まあ、そんなね、思い出のあるラブライブスーパースターなんですけど、まあ、2期がね、今日の19時から、はい、配信で始まるということなんで、めちゃくちゃ楽しみにしております。はい。で、なんか2期からはね、新メンバーが、4人かな?うん。追加されて、ライブライブスーパースターの1期の時は、5人しかメンバーがいなくて、ラブライブ史上最も人数の少ない、シリーズっていう風に、ま、言われたりね、してたんですけど、2期からは、ま、4人追加されて、ま、全部で9人になるということなんで、今までのラブライブは9人だったっけか?あれ?ちょっと待ってね。ラブライブシリーズ。まあ、虹ヶ崎とかはね、ちょっと人数多かったかなと思うんですけど、1、2、3、4、5、6。まあ、9人かな?初代も9、ミューズも9人。アクアも9人。スクール同好会が多かったんだっけ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12。うん、12。スクール同好会すごいね。うん。で、リエラが、まあ、5人だったんだけど、2期になって、まあ、9人になるということなんで、まあ、また賑やかになるなっていう、うん、感じはしますね。まあ、新キャラの紹介とかはね、まあ、今日見れるか、今日は見ないかな。今日は多分見れないと思うんですけど、うん、ちょっとね、明日もちょっとフルタイムの仕事だったりとか忙しかったりするんで、夜はね、見れないんで、まあ見るとしても明日の午前中とかかな。うん。見て、で、その次の日にお話しするっていう形にはなるかもしれないんですけど、はい。まあ新キャラのね、紹介なんかもいずれやっていこうかなと思いますけどね。声優さんの写真なんかも載ってますね。公式サイトね。まだ全然どんなキャラクターなのか私知らないんですけど。うん。まあ、非常に楽しみですね。うん。はい。というわけで、ラブライブスーパースター。今日の19時から、はい。各配信サービスで配信開始されるみたいなんで、みんなでね、ラブライブ楽しんでいきましょう。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思いますけど。はい。いや、でも本当に、アニメ楽しみだね。うん。まあ、まだまだ入ってない作品なんかもありますんで、まあ、夏休み突入してから配信されるね、作品も。うん。私の話ね、夏休み突入ってのは。うん。フード探偵とか、うん。最近雇ったメイドが怪しいとかね、7月25だから、もう来週の月曜からだもんね。もうすでに夏休み入ってますね。はい。でも本当ね、夏休み何しようかなっていう、うん、働けよっていう感じかもしれないんだけど、なかなかね、お仕事見つからなくてね、あれなんですけど、はい。まあ、アニメ見たりね、うん、ゲームしたり、あとは、まあ、ポッドキャストもね、うん。まあ、ポッドキャストは毎日もちろんやっていくんですけど、他のね、メンバーというか、他の人とおしゃべりする、うん、一人トークじゃない、クドラジオね、まあ、なんとかこの夏ねお届けできたらいいなとは思うんですけど、まあそもそもメンバーが集まるかどうかすらまだわからないっていう状況なんで、はい、まああまり期待せずにねお待ちいただけると嬉しいかなと思います。はい。というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。